はい、POG2023 から24シーズン、車台レースホース、車台サラブレッドクラブさんの関西馬前頭チェックパート3ということでやっていきたいと思います。秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。まあ、一応ね、一口馬主向きも含めて、まあ、コメントをね、出していこうとは思うんだけれども、まあ、どっちもね、結構似通っている部分と、まあ、なんていうのかな、小馬になってから晩成タイプの方が、一口話としては長く楽しめてお得って部分とね、あるっちゃあるんでね、まあその辺踏まえて、まあ話をしていきたいなというふうに思っております。今回も10頭ですね。まあ、早速やっていきましょう。というわけで、まず募集番号59番、ビジューミニオンの21、ボバ、父、モーリス、母、ビジューミニオン、母の父、大和メジャー、募集価格3000万円で、立東清水久志厩舎。出産時の母の年齢が9歳。母出産時の祖母の年齢が7歳。おばあさんが3着フローラステークスの実績馬で、おばあさんのお姉さんにビクトリアマイルを勝ったエイジアンウィンズという決闘になります。まあ、ただね、お母さんのお兄さんお姉さんも下級条件の勝ちまで。まあ、その中でね、一応2勝した。まあ、それもね、初子の牝馬ってことでちょっとね、まあ、弱さがありつつも、ちょっとね、引退レースになりましたが、2勝目を挙げた母と。まあ、ただね、初子の兄が JRA 未勝利。まあ、ちょっとおばあさんあたりから勢いに欠けてきている品系かなという気もしてしまうんで、ちょっと POG 向きではなさそうな気はしますが、まあ、出資はどれにしようかなと、どれか出資したいなというのには十分な品系かなという気がします。まあ、そして60番ルフォールの21、牝馬、父モーリス、母の父キングカメハメハ、募集価格3200万円で、立東中内田厩舎。出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が12歳、おじにベルーフ、おばあさんは重症2症、まあのレクレドールだったかな。で、祖母の兄がステイゴールドという両決ですね。まあ、ステイゴールドの品系の中でも、まあ、モーリスのボバが3000万円ってところね、こちら牝馬で3200万円ですから、評価額だいぶ高いんですね。初子の姉はね、若手厩舎でという感じでいますが、この子がね、中内田厩舎に変わったあたり、まあ、期待の血統、そして期待の厩舎ということでね、興味深い一頭というふうになると思います。まあ、そして61番ノーブルジュエリーの21、牝馬、父レイデオド、母ノーブルジュエリー、母の父スマーティージョーンズ、募集価格3000万円で、立東池江康と支給者。出産時の母の年齢が13歳、母出産時の祖母の年齢が7歳。母は3着京都牝馬ステークスということで、一応活躍馬。まあ、そして祖母はアメリカの重賞4勝馬。まあ、お母さんがね、活躍した馬ですし、まあ、現4歳の兄も、まあ、準オープンでね、掲示板もあるというような状況。ただね、出産時の母の年齢13歳と、やや高齢になってきているあたり、まあ、POG 的にもね、少し狙いづらくなり始めているかなという気はしてしまうところでございますと。まあ、そして62番アルティマブラッドの21、ボバ、父ブリックス&モルタル、母の父シンボリクリサス、募集価格5000万円で、立東大人支給者。出産時の母の年齢が9歳、母出産時の祖母の年齢が8歳。おばあちゃんが重賞2勝の活躍馬で、4代母にスキーパラダイスという両決ですね。まあ、品系はね、一流ですし、お母さんのアルティマブラッドも 1200m のオープン勝ち馬ということでですね、まあ、非常に注目できる血統だと思います。まあ、POG 的にもね、情報期待かなというところでね、まあ、チェック対象その1という感じになってくるとは思います。まあ、そして63番テラノバの21、牝馬、父ブリックス&モルタル、母の父ビクトワールピサ、募集価格4000万円で、立東の菅井厩舎。出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が16歳、おじにキャプテントゥーレ、祖母エアトゥーレという両決で、まあ、曽祖母スキーパラダイス。まあ、そうですね、スキーパラダイスから3代目のテラノバ、4代目の62番アルティマブラッドということになります。同品系なんですが、まあ、こっちの方がね、品系古い分、母の出産年齢とか高くなったりしているところがあったりして、どうかなと思いきや、まあ、ボバで5000万円アルティマブラッド、牝馬で4000万円こちらのテラノバ、まあ、値段的にこっちの方がね、名目安いんですけども、ボバ牝馬の差っていうのを考えたら、こっちの方が実は期待値高いのかなと。まあ、ボバ6000万円、牝馬4000万円ぐらいのバランスがね、通常なので、まあ、それと比べて考えるとね、まあ、アルティマブラッドの方が少し事実上こう評価としては安いのかなという気がします。まあ、なので、ね、こっちが狙い目と。
まあ、そして64番ソウルスターリングの21牝馬父ブリックス&モルタル母の父フランケル募集価格5000万円で立冬の松永未供給者出産時の母の年齢が7歳母出産時の祖母の年齢が8歳お母さんは阪神ジュベナイルフィリーズとオークスを勝った G12 勝馬となっております。またそして、ね、祖母のスタセリタヨーロッパの G16 勝馬、まあ、そして母のソウルスターリングは欧州リーディングサイヤーに、ね、昨年輝いたフランケルの3区初 G1 馬ということになりますね。このうちの価値っていうのはねやっぱり非常に高いと思います。ここにブリックス&モルタルをつけてるあたり、まあ、ブリックス&モルタルもね期待の新種馬なんだなというところも分かるところなんですけれども、まあ、初子ということでね馬体の大きさとか気にはなりますが、まあ、牝馬の松永未供給者ってことでねまあ現時点では大きく注目をしていきたいと思います。そして65番アンコールピースの21牝馬父北サンブラック母の父ネオユニバース募集価格2000万円で立冬佐々木正造厩舎出産時の母の年齢が12歳母出産時の祖母の年齢が14歳オバニー阪神牝馬ステークス福島牝馬ステークス3着のソウルフルボイス母のいとこにスクリーンヒーローという決闘で曽祖母ダイナアクトです括弧重賞4勝と、まあ、ダイナアクトレス牝径はね車代のかまど馬なんですが一番近いところでソウルフルボイス、まあ、コバの G3 3着が精一杯ってあたり、まあ、やや活躍しきれていない分子かなと、まあ、しかもね活躍時期が遅めの傾向がある牝径になりつつあるんで POG 的には微妙な気がします。そして66番フロレットアレーの21ボバ父ハービンジャー母の父ディープインパクト募集価格3200万円で立冬平田厩舎出産時の母の年齢が9歳母出産時の祖母の年齢が5歳おばのランブリングアレーが中山牝馬ステークスを勝っています。まあ母のゼンマイディープインパクト3区が重賞を勝っている牝径ってことでまあディープインパクトの活躍馬っていうのを狙っていくんだったらやっぱりね活躍馬でディープインパクトの活躍馬っていうの欲しいよねというところでは注目、まあ、2番号ってことでね一応まあ情報は待とうかなと POG 的には目立つところの少ない厩舎ですけどもまあ狙いどころはある可能性はあると思います。まあ、そして67番ベルダの21ボバ父オルフェーブル母の父オブザーベートリー募集価格5000万円で立冬中内田厩舎出産時の母の年齢15歳母出産時の祖母の年齢が5歳姉のボルダがチェバリーパークステークスを飼っています。まあ海外2歳 牝馬 G1 とイギリスの2歳牝馬 G1 を飼ったお姉さん、まあ、そこからそれを経て輸入されてきた母の産駒なんで、まあ、15歳児産駒ちょっとねやっぱり高齢にはなってしまいますが父オルフェーブルがね産駒が少なかった中でこのお値段、まあ、オルフェーブル産駒のね次のボバが2400万円で募集されていることと比較をすると、まあ、興味深い対象と言えると思います。そして68番スペードクイーンの21ボバ父オルフェーブル母の父ジオポンティ募集価格2400万円で立冬の西村厩舎出産時の母の年齢が8歳母を出産した時の祖母の年齢が13歳祖母の妹にダイナフォースアメリカの G1 に勝馬というところでただね、おばあさんからの分子がね、まあ、そこまで活躍できていないというあたりを考えると、まあ、このお値段2400万円というのが社大グループの、オルフェーブル産駒の定価に近いお値段なのかなという気がしますね。少しやっぱりそういう意味では評価額は落ちている気はします。ただね、まあ、もちろん産駒がね成績的には巻き返しては来ているのでここから上昇傾向っていうとねオルフェーブル産駒っていうのは出資し頃かなという気はしているんで、まあ、今後の情報には注目をしていきたいと思います。まあ、以上ね今回も10頭お届けいたしました。以上ハッチーでした。